毎度、徹子です。韓国は、韓国型戦闘機 KF-21 の公開を受けて、米国や中国、日本の反応を詳しく紹介しているのですが、相手を落として自分を上げるという手法を駆使して自国を褒めたたえています。とても興味深い紹介だったので、皆様にも紹介しますね。ニュースの詳細。今月9日、次世代韓国型戦闘機試作1号機の出庫式が行われ、KF-21 が初披露された。2001年に、当時のキム・デジュン大統領が、国産戦闘機の開発を宣言して以来、総開発費18兆6000億ウォン、約1兆8125億円が投じられた事業で、米 CNN は、韓国が KF-21 で超音速戦闘機エリートグループに合流した。価格競争力は、米国の F-35 に勝ると報じた。とのことです。あかん。韓国では、KF-21 は F-16 より性能が優れていて、第4世代戦闘機最強と主張している F-15 系と似たような性能があると評価されています。さらに、KF-21 には初期段階のステルス機能が適用されているので、第5世代以下の戦闘機の中で、ステルス性能が最も優れていると自慢しています。初期段階のステルス機能って何のことなのでしょうか？韓国は敵のレーダーでは実際よりも小さい形で捉えられるとかなんとか言っているのですが、見つかってしまうのであればステルスとは言わないんじゃないかなって思います。まず、米国について韓国が分析した結果、KF-21出庫式の前に、KF-16、米国機 F-16 の韓国版の性能改良を公開しているが、この改良が KF-21 の量産より約1年早く終わることから、KF-21 より競争力の上だということをアピールするものとみられる。韓国に対し、KF-21 の開発より、米国の兵器に投資せよと言っているんだと分析しているんです。米国が KF-21 をライバル視して、F-16 の優位をアピールしているというのが韓国の分析です。F-16 よりも性能が優れているとか言っていますが、F-16 の最新バージョンの V 型は現役バリバリで、基本設計は40年以上前のものなんだけど、中身は最新型にアップグレードされていて21世紀も飛び続けています。そんな歴戦の戦闘機にまだ飛んでもいない KF-21 が勝つことなんて不可能なんじゃないかなって思います。ほんで、中国メディアは、中国が開発中の第5世代ステルス戦闘機 FC-31 と比較して、KF-21 が第5世代戦闘機の劣化バージョンだと主張していて、4.5世代戦闘機という中途半端な KF-21 を相手にならないと言っています。これに対して韓国が反論していて、そういう中国は、戦闘機で最も重要なエンジンから黒煙が上がるなど、致命的な問題を解決できていないと反撃。KF-21 は、米国の F-18 スーパーホーネットが搭載しているのと同じ F-414K1 エンジンを使用しているから、性能は検証済みだと主張しているのですが、国産戦闘機という謳い文句はどこに行ったのでしょうか。韓国の言い訳にはびっくりしちゃいます。防衛事業庁の説明では、エンジンを自社開発することもできるが、開発に時間がかかるので、検証済みエンジンの導入を選択したということらしいです。米国製エンジンを使用していることはスルーして、韓国は今後段階的にエンジンを国産化する計画とのこと。国産化の計画はパクリ計画そのもので、米国からエンジンを購入してから、組み立てを国産化して、部品を国産化するという段階を踏むと言っているのですが、これって米国製エンジンをばらしてパクると言っているようなものなんじゃないかな。ちなみに、日本については、第6世代戦闘機 F3 の開発を宣言したものの、現在、これという進展はないと分析しています。日本政府は、2019年にアメリカの F35 が、世界的に人気を集めて価格が下がると、次期戦闘機開発費を F35 の追加購入に回しました。韓国でも、KF-21 の開発を保留して F-35 を追加購入しようという声が上がっていたみたいなんだけど、開発を放棄せずに続けたことで、今回の KF-21 出庫に至ったと褒めたたえています。韓国曰く、第5、第6世代開発への礎を築いた、日本が、
今後も米国戦闘機の価格変動に一喜一憂する間に、韓国は独自の技術で次世代戦闘機を作り続けることができるということらしいです。韓国防衛事業庁によると、来年7月に KF-21 の初飛行を行い、2026年までに開発を完了する計画とのこと。 KF-21 の開発が完了すれば、韓国は世界最貧国から世界で13番目に自国製戦闘機を開発した国に名を連ねることができると、期待に胸を膨らませているのですが、その夢が実現する日は来るのでしょうか。そもそも無事に地上テストをクリアできるのかという問題があるのですが、来年の飛行結果が待ち遠しいですね。こちらが韓国の反応です。自主国防は素晴らしい、大韓民国ファイト。国産エンジンの開発搭載ではないが、それでも国のためにはなる。こういう話はいっぱい出ていても悪くない気分だね。これからも良い成果が続きますように。必ずや成功しよう。韓国ならできるはずだ。我々の手で作った飛行機が我々の上空を守る時だ。数日前にある新聞が見た目だけ国産の戦闘機と報じてたけど、文化事業と自主国防という絵を描いた故キム・デジュン元大統領は真の指導者だった。将来的に米国ロッキード・マーティンが KF-21 を米国内でライセンス生産して米空軍に納品すると KAI に提案することを期待します。もちろん無理なのは分かってます。でも夢を見ちゃいけないんですか。私たちはステルスの話は当分はしない方がいい。4世代はいくら改良しても 4.5 世代以上になれないが、ポラメは今後の改良で5世代に進化することができるので、事実上第5世代と見るべきでしょう。海外でも多くがそう認知しています。ウェポンベイとステルス塗料だけ塗れば第5世代です。以上が国民の反応です。飛行テストは来年なのに、組み立てが完成しただけでここまで自慢できるってすごいですね。国産ロケット塗り号のように毎回打ち上げが延期にならないことを願います。最後まで見てくれてありがとうございます。